皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回の動画はこちらの991.2GT3 に先日のドイツから持って帰ってきたこちらを取り付けたいと思います。これテックアートに作ってもらった GT3 のフルバケ用シートクッション表皮です。はい、よく言えました。でこちらのお車、先日裏当てんでご納車させていただいたお車なんですけども、このオーナー様がたまたま過去のこの紹介する動画を見てくださっていて、それいいじゃんということでご注文いただきまして、でたまたま僕らがドイツに行くタイミングだったんで、じゃあオーダーして現地でこの製作過程を見届けて持って帰ってきますということで持って帰ってきた商品になります。なので今回はこちらの交換の作業の様子なんかもお届けしたいと思います。続いて交換するシート表皮をちょっと細かく見ていきたいと思います。今回はこの千鳥格子柄で作ってもらいました。実はこれっていうのは今回千鳥格子で作ってるんですけど、いろんな仕様ができます。まあ、基本的にテックアートもワンオフなんで、膨大なその素材柄いろいろ選べるんで、もうチェッカー柄だったりだとか、もう本当にいろんなものでこれを作ることができます。でちなみにこの千鳥格子、本国ではペピタっていうらしいんですけど、ペピータっていうらしいんですけど、これポルシェと全く同じ、ポルシェ純正と全く同じ生地を使ってます。同じサプライヤーから仕入れて使ってるんで、まあ、基本的に同じ仕様のもの、50周年記念車と、まあ、ほぼ同じ仕様になるということで、で当然テックアートによるもう内装のプロ集団ですから、もう丁寧な縫製で、もう本当に純正と変わらない、もう純正がこれパーツが出るかどうかも謎ですけど、そのぐらいちょっとしっかりした、はい、で今回はこのクッションの表皮だけ作ってもらいました。で中のこのクッションを移植して交換する感じになるんですけれども、その交換作業が面倒くさいとか、もしくはもうパパッと取り替えられるようにしたいとかっていうんであれば、この中のクッションを純正で用意することもできます。なのでその辺も、まあ、いかようにもできますんで、お気軽にご相談ください。それじゃあ早速交換したいと思います。さあそれじゃあ早速交換していきたいと思いますって言っても、もうこれ僕らは結構おなじみの作業メニューになるんですけど、これ多分途中までここまで何を言ってんだこの人はっていう方多かったと思います。実はポルシェのこのフルバケのこのクッションってベリベリってこう取れちゃうんですよね。でこれが交換できると、でこれが中のクッションです。で当然これ背中だけじゃなくて、これ、まあ、レカロシートとかもそうなんですけど、基本的にフルバケってこのフレームとこのクッションのこういう構成になってるんで、こんな感じで取れちゃう。でこれをそのまま交換するのもよしですし、今回みたいにこの表皮だけ、この表皮もマジックテープなんで、この表皮だけ交換するっていうのもできるようになってます。じゃあ早速交換してみたいと思います。さあというわけで今クッションの入れ替えが完了いたしました。まあ、ちょっとつけてからしっかり見ていただきたいんですけど、もうこの外した状態でももうバッチリの、まあ、もう何台も作ってるポルシェチューナーテックアートですから、もうこの状態でももうシワが寄っちゃったりピーンってなっちゃったりすることもなく、しっかり張り替えられてるのがお分かりいただけると思います。でもあとはこのマジックテープまた戻すだけなんで、ちょっとしっかり戻していきたいと思います。やばいこれ、あ、いい方のね、これめちゃくちゃかっこいいんじゃないの。これかっこいいよ、ご覧ください。運転席側だけですけど今交換が完了いたしました。いい感じ。ちょっと続いて助手席側も交換したいと思います。さあというわけで完成しましたんで早速見ていただきましょう。こちらです。じゃーん、めちゃくちゃかっこいい。全体的なイメージとしては911の50周年記念みたいな、そんな感じでしょうか。このフィッティングの良さ、そしてこの千鳥格子とのこのポルシェとの相性の良さ、結構あのクラシカルなこの内装の雰囲気なんですけど、僕ら今回ドイツ出張で実はポルシェミュージアムも自腹で行ってきまして、自腹で、まあ、5ユーロだけど、まあいろいろそのポルシェスタートの時からの車いろいろ見てきましたけど、ポルシェって結構古い時代から内装めちゃくちゃおしゃれなんですよね。
チェッカー柄のがあったりだとか、もうすごく僕印象として残ってるのは外装真っ青のスピードスターかな、で中がベージュの内装だったりとか、やっぱり走りのどうしてもイメージがあるポルシェなんですけど、実は遡ってみると内装がめちゃくちゃおしゃれだったりするという、なんでこの辺の相性もバッチリです。そして今回このテックアートで全部やってもらってますんで、クオリティも間違いないですし、前回ドイツの動画でもちょっと喋ってるんですけど、あえて言うのであれば、これ実はこの表皮だけっていうのはインターネットでいろんなところで販売されてます、エクスプレスだとかベイだとか、はい、ただやっぱりクオリティが違うんですよね。でポルシェ乗ってる方ってやっぱりいわば本物を知ってる方なんで、ぜひそこは、まあ、テックアート決して安くはないんですけど、本物を僕としては使っていただきたい。やっぱりそこでちょっと車が一流本物なのに微妙なシート表皮っていうと車全体が微妙になっちゃうじゃないですか。なのでテックアートはその点非常に自信を持ってお勧めできるシート表皮になっております。でもちろん最初にも言ったんですけど、いろんな仕様でこれ作れますんで、まあ、外装の仕様に合わせたりだとか、もしくはポルシェのなんか限定車をイメージした、シート表皮今回みたいにするのもできますし、まあ、いろんな提案ができますんで、ぜひお気軽にボンド各店までご相談ください。さあというわけで今回はこちらのドイツから持って帰ってきたシート表皮交換の 991.2GT3 をご紹介させていただきました。テックアート、このもちろんシートの他にもいろんな内装のワンオフでのオーダーできますし、まあ、あとは外装のエアロキットだったりホイールなんかももちろんありますし、最近非常におすすめなのは GT ストリート R っていうもう究極のコンプリートか、これの外装キットがまだ若干枠があるそうです。興味のある方はそちらもぜひ見てみてください。というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。